テレワーク後、就寝前、リフレッシュしたいとき、技術力豊かなセラピストがいつでもあなたのもとへ。出張リラクゼーションサービス、ホググ。今すぐ呼べるセラピストを検索。受けられてても分かると思うんですけど、感じ全然違わないですか？そうですね。顔された感じとか。確かに。なのでピンポイントで筋肉をほぐしてほしいという方は、もみほぐしもね、入れられた方が満足度は高いのかなという感じなんです。まあめちゃくちゃ疲れてた時に、受けた時、本当になんか別人ぐらい帰り道、違う体で歩いてるような感じがあったんですよ。その時に結構自分もやりたいなっていうふうに思って、からですね、仕事にしたいなと思って。さあ、お疲れが溜まってらっしゃるんですね。オイルつけていきますね。うちは肌なじみのよいようにホホバオイルで下げていただきます。違いますね。あったかいですか？はい、確かに触られてるだけでもね、心地いいですよね。そうですね。冷え性とかないんですか？末端の冷え性ありますね。 ありますか？それ年中ですか？はい、まあ、どうですね、まあ、冬に特に気になるんですけど、はい、でも血流が悪かったら、ね、年中なのかもしれないですね。もしかしたら悩みの一つですもんね、冷え性でね。夜寝れないまではいかないですか？別にそこまで。
なんかものすごく冷え切ってしまった日とかは、なんか、あったまらないと寝れないなって思う時はあるかもしれない。なんか寝にくいなって。はいはいはい。じゃあ血流がちょっとね、悪いでしょうね、ちょっとね。そうなんですね。なんかお家でも足湯とかしたいなとか思うぐらい、はい、結構冷えますけど。あ、本当ですか、うん、足湯されたりとかもするんですか。なんかそういうお店に行った時に無理とかありますけど、うん、家ではやってなくて、うん、あ、お店ってそのなんか足湯カフェとか。え、そうなんですか。足湯カフェ足湯しながらランチできるお店とかがあったりするんです。え、足湯しながらランチするんですか。で、時々お店の人が、はい、お湯出しますねって言って差し入れしてくれて、はいはいはい。でもそういう昔足湯居酒屋ってありました。え、居酒屋、居酒屋だったんですよ。たらなんか、うん、4人ぐらいで鍋したり、なんか飲んだりするんですけど、はい、なんか心許してる人じゃなきゃいけなくないですか。全員で足湯するんで。え、その氷ごたつみたいになってるってことですか。あ、そうです。その下がね、足湯なんですよ。すごい。そう、確かにそれはちょっとハードル高いですよね。そうですね。仲良しじゃないとダメだね。なんか職場のね、あの上司とかそういうちょっと距離のある方とはちょっとなかなか難しいですね。しかもお酒めっちゃ回りそうですね。いや、じゃあ本当そうですよ。めっちゃ回りましたね、そういえば。大丈夫かっていう、ね、あ、でもメニューは結構ね、健康志向のメニューが多かった、うん、記憶があります。へ、知らない間になくなってましたけど。足湯居酒屋初めて聞きました。あ、本当ですか、はい、なんかテレビとかでも、ね、取り上げられるぐらいちょっと一瞬話題も、うん、確かに珍しい。強さどれぐらいです。大丈夫ですか。あ、はい、いい感じです、はい。肩甲骨周りですね。はい。硬いです。うん。そんな感じがします。されてても。出張セラピストの予約が入るのってやっぱり夜が多いんですか。そうですね、だいたい8時から11時ぐらいまでが私は動いてるような気がしますね、はい、お昼は割とゆっくりなイメージです。確かに予約する方がなんか違いそうですね、昼と夜だと。そうですね、平日お休みの方とかね、あとは在宅ワークの休憩の合間にとか、はい、あ、めちゃめちゃいいですね、それ、ね、うん、いらっしゃいましたね。
確かに家だからできるっていう、そうそういましたね。会議つけながらの人一回いましたよそれはちょっと勇者ですね、なんかねもう顔出してなくていいからみたいな、そうそうそう、なんか聞くだけのやつだから OK って言ってました。しゃべらんでいいやつだからすごい、まあ有効活用ではありますけど、いやほんとねでまさかね、あの画面の向こうの方もマッサージを受けながら聞かれてると思ってないでしょうね。そうですね、すごいな、うん、呼びたい時間帯ってどれぐらいですか？何時ぐらいが呼びたくなります？でも夕方以降か、反対にそのお家にいる日だったら、はい、お昼過ぎとか、あお昼過ぎ、なんかあの晩ご飯を作る前の時間帯とかもなんかいいなって思いますね、はいはい、うん、あ食べる前ってことですか？夕食の準備をする前、前、はい、ああ夕方くらい、うん、どうですかね。なんか結構寝る前の方が多いかもです、うん、ああ、うん、確かそのまま寝れるのいいですね。そうそうそう、でも私も呼ぶとしても多分、うん、夜かなって思うんですね。ご飯とか終わって、はい、もうあとはもうリラックスするだけっていうタイミングで呼ぶと思います、うんうん、痛くないですか？うん、
とさ、今日は、うん、もみほぐしと分析とやってもらった後に、はい、オイルお願いしてたんですけど、はい、なんかやっぱりそのもみほぐしをやってからオイルの方がこう流れやすいとか、そういうのってあったりするんですか？そうですね、基本はもうほぐしてから流すって、うん、流れが定番にはなってるんですけど、うんうん、一応オイルの方も、はい、私の足が結構筋肉を緩めながら、うん、結構筋肉にアプローチしながら筋肉を一緒にほぐしていくので、そうなんです。結構リンパって割とさするだけでも流れたりするんですけど、うんうんうん、結構凝ってるところとかは強い圧を入れながらほぐしながら一緒に流してる感じがあるので、はい、あ、同時って感じで、はい、やってます。いつもあれですか、両方合わせたメニューが多いですか、受けられるときは？あ、でもそのお店だったりセラピストさんによっては、うん、はいはい、オイルだけのこともありますし、はい、そう、なんか組み合わせた方がなんかいいとかあるのかなと思って、うん、そうですね、組み合わせがあった方が、うん、特に凝りがひどい方、はい、だからどうしてもやっぱり揉みほぐしのメニューの方が力加えやすかったりとかするので、うん、そっか、そうですね、結構なんか受けられてても分かると思うんですけど、うんうん、感じ全然違わないですか？そうです ね、なんか押された感じとか、確かに、うん、なのでピンポイントで筋肉をほぐしてほしいという方は、うん、揉みほぐしもね、うん、入れられた方が満足度は高いのかなという感じがあります。なんかオイルのメニューだけでも筋肉もほぐれるし、むしろ循環もね、うん、すごい良くなっていいんですけど、うんうん、その満足度のところでほぐし入れた方が多分リラクゼーション的に満足される方が多いのかなっていうのは、うん、逆にその強いやつが苦手とか、うん、そのほぐなんかグリってされるのが嫌な方とかは、うんうん、オイルで優しくほぐしていくっていうのもいいですね。どっちの割合が多いですか、受け身は？今まではどっちかだけだったことが多いですけど、はい、うん、なんか組み合わせるのいいなって思いました、今日受けてみて。そうですね、うん、なんか主義もやっぱり全然違うので、逆にほぐしの方が細かいところも触れることもあったりするので、あ、
この辺もやっぱり固まってますね、うん、固いですか。固い、特に自覚はしづらいですよね、あのさっき言ってたような手とか。そうですね、はい、どうしても肩とか肩甲骨の間とかね、なんかそういうのは分かるけど、前側ってね割と自覚ないと思う。確かに、今日はお休みなんですか。そうですね、ちょっとだけ一日仕事してああやっぱやってたんですね。何もなしはあんまりない。ないですね。もともとアパレルのお仕事されてたって言ってたじゃないですか、うん、はいはい、このセラピストの業界に入ったのは何かきっかけがあったんですか。はい、あ、きっかけはやっぱり自分の施術受けるのがすごい好きだったんですよ。はいはい、でそのまあめちゃくちゃ疲れてた時に、うん、受けた時、はい、本当になんか別人ぐらい帰り道、うん、違う体で歩いてるような感じがあったんですよ。はい、その時に、うん、結構自分もやりたいなっていうふうに思って、そっからですね仕事にしたいなと思ったのです。なんか結構受けられるの好きなセラピストさん多いような気がしますね、自分自身の。そう、私もすごい受けるの好きで、まあ、最近受けてないですけどね。やるばっかりですか。そうですね、なんかね、自分のことって後回しになりがちですね。ああ、そうですよね。実際お仕事されてて、はい、なんかこういう時嬉しいなとか、はい、やりがい感じるとかって、うん、なんかどんな時ですか。ああ、やっぱりそうですね、終わった後に気持ちよかったとか、うん、そういうお言葉だけで、はい、こちらはもうやってよかったなって思うので。ね、あとあの、うん、アプリ、このアプリでレビューいただけるんですね、はい、でそこで結構感想を述べてくださったりとか、はいはい、でお客様の中にもいらっしゃって、うーん、それを読みながらちょっと嬉しくなったりとか、うん、なんか頑張ろうと思ったりっていうのはありますね。でも確かになんかレビューの方が、はい、なんか本音で言える場合もありますよね。確かにそうです、なんかいいことも悪いことも。あ、そうそうそう、書いてくれる方は書いてくれるので、うーん、嬉しいですね。そう、なんか、そういうふうに思ってくださってたんやみたいなね。うん、まあ、お世辞だとしてもちょっと嬉しいですよね。ちょっと軽く頭をほぐしときます。痛くないですか。はい、うん、
ゴリゴリしてますね。そうですよ ね、うん、今感じましたかゴリって感じの、ね、うん、まあ、お使いが溜まってらっしゃるんですね。はい、でもパソコンとかスマホ触る時間が増えると、はい、比例してガチガチになるなっていうのを思います。あ、そうですよね、うん、どうしてもやっぱり首に負担がかかったり肩に負担がかかったりとか、うん、あとあの目からくることが多いので、あ、そうなんです。目をね結構酷使しがちじゃないですか、パソコンとか ねスマホって疲れますよね見た後、はい、なんかそういう時って休憩する以外に、うん、はい、なんか自分でできることってありますか？ああ、もうそれはもう温めるとか、ちょっとやけどとかあるとあれなので、うんうん、温度に気をつけていただきたいんですけど、ホットタオルをね、うん、ご自身で作ってもらって、はい、でちょっと上に置いてもらったりするだけでも、まあ、疲れ結構取れたりとか、うんうん、目がすっきりしたりとか、うんうん、あとはね、ツボ押しで、この、失礼しますね、うん、この目の上のこの、わかりますか、眉毛の、はい、そこをちょっとずっと上に押してもらったりとか、うん、すると、あとこめかみにですね、ご自身なんかできるところってなると、うん、あんまり頭ってね、なかなか自分で ね、触れないし、なんか自分で触っても気持ちよくなかったりしますよね、うん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 、お加減はすごい気持ちよかったです。全身ポカポカです。あ、よかったです。結構その仕立てたように首肩言われてたじゃないですか、はい、うん、首肩もなんですけど前側硬くなってるので、はい、もうやっぱりストレッチですね、ここを伸ばすようなストレッチをちょっとその、はい、ストレッチ結構やられてるってね、はい、あいまいおっしゃってたので、はい、まあ、そういうの入れてもらったりとか、あと今日はあの水分補給をしっかりしていただいて、はい、あの循環が良くなってるので、はい、水分をたくさん取ってもらって、うんうん、なるべくこう排出しやすい状況になってるので、はい、水分補給をしっかりお願いしますね、はいはい、ではあのお会計ですね、はい、で本日が、120分のコースで、はい、あのいただいてまして、はい、こちらお間違いないですか？あ、はい、大丈夫です。カード引き落としとなっておりますので、はい、お会計ボタンを押していただいていいですか？はい、完了になりますね、はい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまたお疲れ様の前にぜひ呼んでください。そうですね、またお願いします、はいはい、ありがとうございました。失礼いたします。よかった、ありがとうございました。ゆっくり休みくださいね、はいはい、またぜひお願いいたします。失礼いたしました。予約も簡単でしたし、はい、あのこういう大きいベッドで受けれるっていうのが出張セラピストならではだなと思ったので、それがすごい良かったです。あの手術中もあのちょっとお話ししてたと思うんですけど、青田さんの手がとにかくめちゃめちゃあったかいんですよ。なのですごい気持ちよかったです。お湯はもうとにかく青田さんの手が最高でした。セラピストさんによって手のその元々の体温とか動きながらどれだけ体温が上昇されるか違うと思うんですけど、なかなかない体温だなと思って